ございます。高橋みやりえじゅんです。今日はいよいよじゃーん、稲刈りしに来ました。田植えしたのがもう3ヶ月以上前で、もう3ヶ月経ってもう稲刈りですよ。早いということで、ひたすら稲を刈ってまとめてという作業をやります。回しながらクロス、クロス、右と左。あ、そうですそうです。そしたらここをちょっとギュッとして押さえながら、ここが出っ張って平らになるようにちょっと一回ギュッと縛ります。はい。そしたらこれを左側にぐるっと回転させます。ああ、これ。これがここを通るから、シンプル、はい、いいですか、はい、それで OK です。 ありがとうございます、はい、あ、練習だ、練習、ありがとうございます。練習あるのみで、あそこがこうやってかっこいい、整えて、でこれはこのまま、ただこれだけが回る。おすごい回転した。ギュッてやって、あー怖いな。どうだったっけ、こうだっけ、こうだ、どう、ダメだ、回ってないよ、あの回し、むずい。コツは、難しい、コツ、いやもうなんか、とりあえずこれを動かしちゃいけないみたいな、遠心力で家だけが回る、回そうとしちゃうからこう動いてぶつかっちゃうだなと私は。なかなかちょっと早く慣れたいですね。なんか親指の握力がちょっと終わってきちゃった。前に置いた稲の束が、左が7、右が3だったら次は左が3、右が7みたいな、交互に、あの風通しを良くするために交互にした方がいいらしいです。終わりました。楽しかった。最初心配だったけど、稲回すやつ、その方がなんとか最後ギリギリできて、僕のやり方は絶対無駄な豆は出干す時はすごい楽で、1割ぐらいは絶対落ちちゃう、1、2割は。でもやっぱお米作るのって本当手間暇かかりますね。だからよりこう感謝して美味しくいただけるなと思いました。感謝していただいていきましょう。おはようございます。前回は稲刈りをして、今日は脱穀をします。千葉先生もいます。こんにちは。オーガニックサラリーマンもいます。機械使ったことある？こういった機械はないです。ね、エンジンオン、チョークって知ってる？知らない。チョークを引っ張る、うん、はい、やって。違うって今言ったじゃん。エンジンオン、エンジンオン、チョーク引っ張る、はい、これスタートですか。行きます。リコイルスタート持って、あー、チョークを戻して、で、いくよ、こんな動きやって、これをよいしょってやると、動きながらこう、こんなめっちゃヘッドリゴしてる。
軽いんですよ、お米なくなったら。やっぱり、ああ植え付けうまくいかない、これがうまく発芽しないとか言ってけど、収穫して誰かに食べてもらって喜んでるの見ると、やっぱもう1年やろうって。新潟の農家さんもそうだよ ね、 そうですね、もう1年やろうって言うんだよね、おじいちゃんおばあちゃんね、やめようと思ってもね、人にあげて喜ばれて美味しいって言われると、やっぱもう1年やろうって。だからお金じゃないんだやっぱね、そこがね、農業自体がね、その魅力を知ってもらえたら嬉しいなと思いますね。田植えからスタートさせていただいて、田植え、なんだ稲刈り、脱穀、一年やって、なんだ、もうなんかお米っていつも食べてたのに、なんか作り方って全然知らなかったなと思って、こういう風に作られてるんだって知れて、よりなんかこれからお米を美味しく、さらに美味しくいただけるなっていうのと、まあ、お米作ってくださってる方に感謝が生まれたので、小麦も好きですけど、これからもなんかお米感謝しながら。お米がこう残っていくように、なんか美味しいお米たくさん食べていきたいなって思いました。でも次回これ食べるところ取れたらいいなと思ってますので、次回もお楽しみにしててください。この動画を気に入ってくださった方は、いいねボタンと高評価ボタンお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。